上流所内のオーダル看板、竹鶴正隆蔵余一上流所限定のシングルモルト、余一上流所は、北海道余市郡余市町にある、日華ウイスキーの工場。正式名称は、日華ウイスキー、北海道工場余一上流所。日華ウイスキーの創業地であり、竹鶴正隆が、ウイスキー作りの理想の地を求めて、スコットランドに似た。 気候風土を備えていた余市に蒸留所を建設した。蒸留所では、世界的に見ても今では珍しい昔ながらの石炭自家火蒸留を行って、品質第一主義を貫いており、日本国内で初となるザスコッチモルトウイスキーソサエティ認定のモルトウイスキー蒸留所になった。また、日華ウイスキー余市蒸留所として、北海道遺産に選定されているほか、 上流所内の建造物旧棟が国の登録有形文化財に登録され、4市町のウイスキー、醸造関連遺産北海道工場として経済産業省の近代化産業遺産に認定されている。観光地としても人気があり、トリップアドバイザーからエクセレンス認証を授与されている。1934年、コトブキ屋を退社した竹鶴正隆は、 かねてからウイスキー作りの敵地としていた北海道での工場建設を実現しようとしていた。竹鶴正隆が目指したのは、スコッチウイスキーであり、ハイランドの蒸留所と同じように力強く、しっかりとした味わいのモルト原酒を作ることであった。北海道には、原料や燃料となる大麦、石炭、ピート、酵母の入手が容易であり、寒冷地の気候に加えて、 良質な水やたるに必要な木材も豊富にあるため、ウイスキー作りに必要な条件が揃っていた。当初は現在の江別市を工場予定地にしていたが、予定地が氾濫する恐れのあることが分かったために断念し、酒造家で資本家でもあった田島八十字の紹介もあって、余市での工場建設を決めた。余市は三方を山に囲まれて、北には日本海があり、 適度な湿度を持ちながらも澄んだ空気やい地側の良質な水があるなどの諸条件を満たしていたほか、果汁の原料となるリンゴの産地であることも工場建設の決め手になった。ウイスキーが熟成するには長い年月を必要とするため、まずはリンゴジュースを作ってウイスキー作りを支えようと考え、同年に大日本果汁株式会社を設立した。1935年の冬になって、 ウイスキーを蒸留するためのポットスチルが一気届き、翌年から製造を始めた。1940年の第一号、日課ウイスキー発売後、ほどなくして、ウイスキーなどは贅沢品として、製造販売が制限された。その後、余一蒸留所は大日本帝国海軍の指定工場となったためウイスキーは、 海軍が買い上げることになったが、物資が乏しい中でも大麦の配給を受けることができたため、原子を作り続けることができた。国道229号沿い、ありがとうございます。